ちは、もみです。今日はズボラ料理を紹介したいと思います。準備するのは卵です。耐熱の茶碗にラップを、かぶせてこういう風にして、その上に卵を割ります。そうすると後片付けをしなくていいので洗い物がなくて済みます。でそこに、お出汁ですね。私今回本出汁を入れさせてもらって、で、ちょっと水分欲しいので酒とみりんと醤油1対1対1で入れてます。小さじ半分ずつぐらいで十分かなと思うんですけど、で混ぜます。今回はババ風で出るんですけど、チーズを入れたりトマトを一緒に入れたり、カレーパウダーとチーズだったりマヨネーズ入れたり、いろいろアレンジはできるので何でも好きな味でいいかなと思います。でまたこの状態で先ほどのラップを折り返して内側に、で巾着のようにします。こんな感じです。あ、電子レンジで加熱します。これも一旦レンジで50秒いきます。油を使わないのでちょっとヘルシーかなと思います。で、50秒の加熱でこんなぐらいなんで、もうほぼ火が通ってるかなと思います。ちょっと裏を返すと半熟の部分とかがあるので、私は一回裏返してもう10秒いってみましょうかね。はい、こんな感じなので、中もいい感じですね。完成です。だし巻き風ですねの卵焼きができました。よかったら試してみてください。